文化村アーシックスアーティスト夢の中の夢展開催中でございます。こちらの作品ロビーにですね入ったところに大きく展示しておりますけれども、これは岡本東子さんの作品です。この作品は巡るという題で、大きな樹齢300年ぐらいの桜の前にですね一人の女性がですね力強く足を踏ん張って立っている、まあ、そのお墓との対比の中でですねいわゆるその生と死を表現した先生のオリジナルの作品でございます。こちらの作品もやはり着物をお召しになられてまして、まあ、それが特徴的ではあるんですけども、どこか強い内面を持った女性というのを描くのが岡本東子さんの特徴でございます。シックスアーティスト夢の中の夢展、まだまだ開催しております。2月の14日バレンタインの日まで開催しておりますので、ぜひ足を運んでいただくようにお待ちしております。よろしくお願いいたします。